それではシルクロードステークスに出走する元スーパープレイヤーの庄野助手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。期待高まった前走をちょっと振り返っていただけますでしょうか。はい。前走もね、この馬の競馬という形で、逃げたんですけども、やっぱりね、逃げ方がちょっとペースがね、緩かったのか、捕まってしまって、残念な結果になってしまったのかなと思います。ペースが緩かったというのはもっと飛ばした方がいいということですか。そうですね、後ろの馬は引き連れての逃げだったんで、この馬はやっぱりビュンビュン飛ばしてても、最後頑張ってくれる馬なんで、そっちの方が持ち味が生きたのかなと思います。すごい不思議な感じがあるんですけど、はい、めちゃくちゃ速い馬じゃないですか、はい、持ち時計も速いし手も速いし、はい、でもあんまりこの京都コースが平坦で普通やったらモススーパーフレアの速力が一番生かされそうなのに意外と結果出てないんですよね。そうですね、今まではやっぱり競馬もね、なんて言ったらいいんでしょう、この馬の前回でしたらハイペースじゃなかったですし、そういうところがあったのかなと思います。やっぱりなんかね、普通なんか逃げ馬やったらやっぱり中山の千人とか最後9番あるから、はい、余計しんどいかなと思うけど、そっちの方が踏ん張ったり頑張りますね、はい、だからやっぱり自分の極限に達してからの踏ん張りがそうですね、強いのかなと、いい根性してるんだと思います。そういうなんかいい根性っていうのはこういう普段の、ね、庄野さん別に急務作業してるわけじゃないからそうそうは分からないけど、はい、普段の仕草とか調教乗っててそういうなんか根性の良さっていうのはやっぱり見えるんですか。やっぱり横に馬が来たら、耳絞って威嚇するような絞ってる、はい、そういうところがあるんで、はい、そういうところが現れてるのかなと思います。もうこういうちょっとこれが今耳絞ってるという状態ですね。そうですね、これがやっぱりちょっと A4 にやっぱりその最後の根性につながってる闘争心で出てくるのかなと思います。だからやっぱり京都で逆に言うとじゃあ平坦の京都やったらそこまでまだ自分を振り出さずに行けてしまってるかな、でしょうし、やっぱりジョッキーの心理としても、ちょっとやっぱり抱えていきたい部分があるんでしょうね。でその分溜まったらしまい粘るのかなって思ってしまうんでしょうけど、前回もね、競馬で初めてのコンビだったんで、そう思ってしまった部分があるのかもしれません。じゃあ今度はもうしっかりとその辺は、厩舎一丸になってチームでケアしながら、はい、もう振り絞っていけよと。そうですね、松坂ジョッキーもね、乗ったことあって、はい、よく分かってると思うので、大丈夫だと思います。いやだってこれだけね、スピードあれだけ短距離千二であれだけいける馬ってなかなかないですもんね。そうですね、だからちょっといやそういうイメージはあったけど今振り返ってみて意外と京都とか小倉とか速いコースで実績上がってないんやなのがすごい不思議でした。そして調教なんですけれど、具合の方はいかがですか。冬はちょっと難しいのかもしれませんけど調整は、でも元から調教時計はしっかり出る馬なんですけど、帰球してから3問とも、しっかり時計出てますし、いい動きで動けてるのかなと思います。ちなみにこれもさっきからものすごいうなずいてるようにも見えることもないですけど、はい、これは癖なんですか。いやもう多分威嚇してるんだ。威嚇して僕らを、はい、こっち来い、いや向こう行け、来るんじゃないと来るんじゃない、はい、すごいな。もう確かにずっと耳絞ってますもんね、はい、じゃあ具合に関しては問題ないとのかなと思います。はい、ちょっと京都のコースが今年は特殊というか非常に時計のかかる馬場になってますが、 その辺はどうですか。自分の競馬がしっかりとできたら、しっかりと最後まで走ってくれるのかなと思ってます。もうじゃあもう馬場云々ではなくて、はい、モズスーパープレイヤーが自分の速力を極限まで出せれば、そうですね、他ついてこれないもんね普通に考えたら。ついてきたら大体の馬は沈んでいちゃうと思うんで、はい、今年はもちろんここから大きいところを目指しての一戦になるかと思います。はい、今年初戦に向けて最後に抱負をお聞かせください。はい、帰球してきてから順調に調整できたと思います。応援の方よろしくお願いします。モズスーパープレイヤーの庄野助手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。